な、ここで、ね、釣りもできるらしいんですけど、一応ね、今回釣りはちょっと時間がないんで、あの金魚すくいをね、やっていきたいと思います。ちょっとね、あの2回分の550円くらいです。金魚すくい2回なの。はい。出せばいいんだ。一応ね、これ買ったんで、はい、これを多分足に出せば一旦どうしましょう。一回米止めて、はい、今からね、あの金魚すくいやるんですけど、こっちね、あの大物の金魚、多分こういうね、黒いやつとか、黒いやつ、多分観賞用が多分黒いやつ、あと大きい金魚はすくってもね、持ち帰ることはね、できないみたいです。持ち帰ればあの小さい金魚を選んでくださいって。え、じゃあ大きいやつ取ったらなんかお菓子と交換みたいな。お菓子と交換してもらえるかな。なんか30ポイントでなんか駄菓子とね交換できるみたいです、うん、じゃあ早速ねちょっと行ってみましょう。どれとかさせて、これはねまず金魚すくいって、その顔に水槽に金魚がいないんで、今回は持ち帰りを狙って小さいのをね使っていきます。テレビで見たんだけどすべてがやばい、まさか早速決めるのか。あ、難しい。金魚すくいなんか。お、すごい。一気捕まえました。なんかね、虫にかけてきました。すげえ。2匹いきましたね。いっぱいですね。ちゃんとこれ育ててくださいよ。これ育てます。はい。はい、帰ってからメスを蹴るな。おー、すごいすごい、結構捕まる。あ、結構捕まる。ほんと捕まる。大丈夫なの。家にちゃんと生成層あります。小さいのを狙って持ち帰りたいです。これなんか才能あるの。しかしえ、だって1回300円ぐらいでそんなに取られて大丈夫なんですか。ちょっとね、切れ始まった。あ、本当だ。こうやって切ったもしてた。すげえ。まだ行きますか。まだ行きます。端に、もうダメだ。もうダメだね。ちょっとこれでゲームオーバー。十分ですよ。これだけ捕まえればね。1,2,3,4,5,6,7,8 匹かな。1,2,3,4,5,6,7 匹だ。すごいですね。7匹ね、ゲットしました。じゃあこれでゲットだぜ。あざーす。次はね、クサクワクに加えてて、あー、クサクワクここね、本気を出すみたいです。ちょっとね、今上着を脱ぎ捨てて、ちょっとね、ガチで行くみたいです。果たしてボス狙います。いいよ。でかいを狙う。でかいのいっぱい。でも草っぱはちょっとね、持って帰れないんで、でかいのをね狙うみたいです。観賞用のやつはあの持って帰れないんでね。なんかあそこで、あ、なんかすぐあっさりと使ったね。水入れとかないとダメ。もうちょっと入れないと。でかい。結構捕まる。これ。お、結構ね、このっぽい強いかもしれないこれ。おお、どんどん使ってきた。結構ね、結構破れないやつかもしれない。あとでね、これ駄菓子と交換できるんで。おお、観賞用をどんどんゲットしてきますね。マジっすか。これついに破れ始めました。観賞用が結構ね、簡単にゲットできるんで。あーと、ここでやっぱり、ね、もう無理でしょそれ。あ、じゃあ1,2,3,4,5,6,7
これにゲットしました。3、4、5匹。6匹じゃん。6匹、1、2、3、4、5匹。6匹だよ。1、2、3、4、5。1、2、3、5匹じゃない。5匹だ。じゃあ5匹ゲットしました。ありがとうございました。じゃあね、あっちで草深くんはちょっとね、持って帰れないんでお菓子と交換で、俺はね持って帰って育てたいと思います。これがね、俺が持って帰るから、早速に持って帰りました。はい、でしかもね、中ねこういう風な温室みたいな感じになってて、下でねここで釣り堀もできるんだね。これね、1100円とか払うと釣り堀もできるみたいです。結構ねでかい魚がね泳いでます。なんだろう、マス鯉とかかもしれない。鯉じゃないか。あー、なんか流れてますね、下に。まあ、結構いろいろね、皆さんも来てみてはいかがでしょうか。それではまた会いましょう。あ、じゃあちょっとね、じゃあこれ持ち帰って家で育てます。こっちだけね、こっちは返します。それでは行きましょう。あ、まさかこんなに捕まったものが、あ、鯉持った、あ、鯉持った、鯉持った大です。しかもね、ここにね、山椒、メキシコ山椒魚っていうのがあります。珍しい魚。ルーパールーパーですね。ルーパールーパーではないみたいですよ。仲間だと思う。ここもなんかカエルみたいな。こっちもね、なんかアフリカツメガエルっていうのがカエルがいます。こっちは普通の金魚が。下もね、なんかいます。こっちなんかね、膨らんだ金魚がね、います。いろいろな魚が見られるとこみたいですね。それでは帰ってみましょう。こっちもね、やっぱりね、1回分で2匹までだね、持ち帰れるのは。何匹とっても、まあ、1回で2匹分なんで、2回やるとね、4匹分だけ持ち帰ることができるみたいです。ちなみに黒いやつはね、返します。ここね、めっちゃでかい魚がいます。50センチぐらいの魚、映るかどうかわかんないけど、なんかね、50センチぐらいの魚がいます。中はね、見えないけど、うっすら見えることはあります。